続いては伯爵こと尾崎直人さんに登場していただこうと思います。よろしくお願いします。伯爵、伯どうもこんにちは、野崎直人です。アルマジロは結構伺ってるんですよ、お客さんとか、あと誰かの後ろで弾くとかっていうのでは何度か来てるんですけど、歌うのが初めてっていうね。そう、まだもうなんか何年も知り合って立つんですけど、初めて歌うっていうね、感じですけどね。初マジロ、違うか、歌うんだから歌マジロ、わけわかんない3曲ということなので、実は、今月12月の1日に、野崎直人さんの新しいアルバムが発売になりました。ぐっと気づいたらカウンターに置いてあります。なんです、今日はちょっとそんなこともあってね、このタイミングで歌わせていただこうかなと思って、エントリーさせていただきました。この日曜日21日かに境の方で、このお披露目のコンサートをやってきたんですが、コンサートでね、アルバムの中の全曲できていないので、漏れた曲を2曲続けてやります。穏やかに
の町まで迎えに行こう。些細なことで別れた君の君から届いた桜だよい。桜だよりという歌、このクリスマスの、ね、寒い時期にぴったりの歌でございました。桜だよりという歌、それから、サンパギータの丘という2曲続けて、聴いていただきました。
しく、やってるところにねやってきて、CD がありますとかっていうのはとってもいやらしい言い方なので、あまり、言っちゃいけないなと思っていますけれども、今日はちょっと多めに持ってきましたんでね、今日来ていただいた方は皆さんが買うって言っても大丈夫なんで安心して、安心してください、ね、何ですか、2000円で、10曲、今ですと10曲入ったやつが入ってます、来てますね、2000円からですね、2000円はいただきますけど、それ以上はお気持ちでいただく分には決して断りませんから、よろしくお願いしたいと思います、じゃあ、もう一曲歌わせていただいて、大賛をしたいと思いますが、花化粧というアルバムなんですけどね、お花にちなんだ歌がいっぱい入ってるアルバムです。そう、今なんか聞こえたな花化粧、お花の化粧っていうね、花化粧っていう素晴らしく美しいタイトルをつけてるんですけど、これはパソコンでなんか打とうとした人がいたらしくって、そしたら鼻毛で変換をされて、それはどんなショーなんですかって、うるさいって言うのね、じゃあ、このアルバムの中から、今日持ってきましたアルバムの中から、もう一曲歌って、次の方にバトンタッチをしたいと思います。南城文庁の木の下でという歌を歌います。それなりになんとなく道を選んで、それなりになんとなく大人になった。思っていた大人とはちょっと違うけれど、それはそれでよしとしよう。いつまでも変わらない自分がいて、いつかしら変わらなきゃとちょっと思って、けど自分なんてものはそうそう変わるものじゃないと気がついたら、急に空が高くなった。なんじゃもんじゃの下で、なんだかんだと今日は騒ごう。青空に染みてくような真っ白の花が咲く、なんじゃもんじゃの木の下で。結局は
何もやらずに過ごして、生きてゆくってことはもっと自由でいいはずだと気がついたら急に空が広くなった。なんじゃもんじゃの木の下で騒ごう。空に浮かぶ雲のように真っ白に咲き誇るなんじゃもんじゃの木の下で、ありがとうございました。八角こと野崎直さんでした。それではこちらの方に来ていただいてよろしいですか。続いてはですね、キララさんが登場してくれます。そしてその次にパピルスさん、ユングフライオさん、セイケデリッカ55さんと続きますので、準備の方よろしくお願いいたします。はい、野崎さん、ありがとうございました。はい、そうですね。なぜ伯爵というニックネームがついてらっしゃるんですか。それ聞くとね、説明に20分かかりますね。ギュッとすると、ご存じの方もいると思いますが、シーランド公国っていう独立国があるんですよ。で、ここは爵位を申請するとくれるんですよ。なので、ここでもらっているので、正式な貴族でございます。ニックネームではなく本当に貴族という、おお、それで伯爵と呼ばれているということなんですね。なるほど。今回は伯爵は CD を持ってきていただいたということで、あちらですね。あれはいくつ目のアルバムになるんですか。自分では通算だと6枚目になりますね。6枚目のアルバムということで。今日は来ていただいた方はなんと2000円から、購入する、2000円から購入することができますので、ね、その2000円以上のお気持ちの分は、ね、皆さんの本当にお気持ちにお任せしますということで、今年はなんとかこちらに登場していただいたということなんですけれども、また来年もぜひ登場していただけたらなと、ソロで登場していただきたいなと思います。ぜひよろしくお願いいたします。またそろっときます。ソロだけにそろっと来ていただけるということで、よろしくお願いいたします。野崎直さんでした。ありがとうございました。そう今年最後のアコースティックライトも後半に入ってきて、残すところ4組となりました。はい、本日CD を持ってきていただいた方もいらっしゃいますので、ぜひお預かりしますね。はい、少々待ってます。はい、CD も皆さんチェックしていただきたいと思うんですけれども、準備がもう OK ですね。はい、わかりました。それではこれも目に入るすごい赤色で準備バッチリですので、サンタさん無視されていると思う、盛り上げていただきたいと思います。ヒロヨンさんです。よろしくお願いいたします。はい、どうもこんばんは。2ヶ月ぶりの、アルマジロ、アコースティックナイト2でございますけども、いつもでしたらね、スリーコーダーズっていうちょっと余計なバンドがありまして、そこの方でピアノ弾かせていただいておりましてね、アコースティックバンドで楽しまないとという方でいつも活動してるんですけども、久々に、こちらの方でもやらせていただくことになりましたので、よろしくお願いいたします。キレヨンです。よろしく。もうちょい
5分だけでいいから話を聞いてくれ。今夜はとても活かして気分がすごくいい。何をやっても全てがうまくいく気がする。だから何も言わず俺の恋にうなずいてくれ。ファミリーギャグロケンロエイトビートに合わせたセリフ。涙
土曜は大義名分という正義のためにその体を捧げる。誰誰にそれぞれの太陽は昇る、生きる力を与えてくれる。街が燃え、森が燃え、空1時間弱ってちょっと走ってきましたけど、
今度またあの今度犬山の方大会、まあみんななんかもう上げてきましたね。じゃんじゃん張り替えてよくね。出ます。はい。何取りました。頑張って。老いをね、若いに今度変えて、ね、やってみたいと思いますね。はい、そういう理由でございました。最後、いつも能が聞かれて、この曲を歌ってたんですけど、もう言いません。皆さん、皆さんの心の中にいつも晴れやかに明日天気になるといます。明日天気になれ。
い、ひろよんさんありがとうございました。さあ続いて登場してくれるのはパピルズさんです。そしてその次にユングフラウさん、そしてサイケデリッカ55さんと続きますので準備をよろしくお願いいたします。はい、ひろよんさんインタビューさせていただいてよろしいですか。はい、ローです。どうもありがとうございました。あの今年の漢字はローということ。ローですね。やっぱりその感じるところはいっぱいありますか。ありますね。もうやっぱり字が見えない、歌詞が見えない、もう A4 なんですけども、はい、A3 に拡大してみないとちょっとよくなってたんですね。やっぱりそういうところで感じると、はい、いやでもすごいなんか見てる感じでは全然ローというのを感じさせないというか。いやこれは内面からですよ。外見じゃないですよ。内面はすごい若い、若さが溢れ出てる。この辺の方はみんなも内面から。そうですね。毎月もうすごい若さを僕も感じてる。僕も感じてるんですけれども。まだまだ。確かにまだまだなんですけれども、僕もちょっと爆発していきたいななんて、はい、勉強させていただきました。ありがとうございます。ぜひこの来年も、はい、来年は若いと。友人に変わるようにマラソンもぜひ頑張っていただいて、ね、なんかもう本当嫌だったんですけども最近なんか楽しくなってましたね。そういうのいいですよね。そうですね。やっぱり変わっていけたということで、変っていう感じがしました。変わるという字、まあ、それいいですね。すごいポジティブな意味も込められていいかな。いやなんかいやらしい方じゃなくてポジティブな方の。いやらしいはあの人またその元気をこちらにも持ってきていただいて爆発していただけたらなと。そうなんですよ、僕茶色だったんですよ。ちょっと暗くて分からないですけど実は茶色だったんです。はい、ありがとうございます。また来年もよろしくお願いいたします。平野さんでした、ありがとうございました。嬉しいことがありまして、あの何かと言いますと、このアコースティックナイトパート2、毎回まあちょっと4時間ほどの時間で毎回お送りしてるんですけれども、やはりちょっと終電とかの時間がありまして、なかなか最初から最後までみんなで揃ってっていうのはなかなかやっぱり難しいんですけれども、今日なんとまだ一人も欠けることなく最初からついてて、いやなんかすごいそれぞれの僕もすごい嬉しいななんて、そうなんですよ。このままね、まあ何か終電とかねご用事がある方はぜひそちら優先していただいて結構でございますが、皆さんとねできるだけ長く一緒に楽しんでいただいていきたいなと考えております。はい、もう間もなくね終了と思います。ぜひね、2階席の方もですね楽しんでいただきたいなと。あ、盛り上がってますか。ありがとうございます。まあ、疲れたら2階でゆっくりするもよし、1階で一緒に盛り上がっていただくのもよし、思い思いのスタイルで楽しんでいただけたらと思います。あ、OK だ。はい、というわけでそのままで行ってみましょう。ファビリスのお二人です、よろしくお願いします。はい、パピルズです、よろしくお願いします。はい、では今すごいめちゃめちゃ安心感がありますけど、ありがとうございます。じゃあグッドじゃあやっと思いますので、よろしくお願いします。はい、thank you.
同じだって飛べないで屋上物が僕さん永遠で習慣で13回目のファイナルアンサー Just like a fire は生きれないんだ緊張報告。
まあ、1年になりますね、はい、そうですね、うん、去年のクリスマスにここでやらせていただいて、それからファビルスっていうのはちょっとずっと続いて、うん、まあ、はい、ちょっとバンドでやってたんですけど、あの2人ちょっと、まあ、ちょっと転勤でなくなっちゃって、今2人でやってる感じですね、はい、まあもう1年になりましたね。あ、じゃあメンバーショップ行きましょうベースの大江さんです、よろしくお願いします。で、ギターボーカルのグズです、よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあさっきヒロヨンさんが明日天気になるって、あー、そうでしたね、はい、なんか雪が降りそうな、ちょっと間違いしちゃったので僕がちょっと後からまたじゃあ明日天気になるって言ったらやらないと思いますので、明日天気になると思います。明日天気になる、はい。今日も全部
1年通いましたけど、今年もアルマジロ僕も12年目ぐらいなんですよ、からってもう今年も1年すごい通いました。今日一番すごい楽しみです。いつも楽しいんですけど、今日は特に楽しいですね。見てる人に支えられてる、なんか本当に楽しいですね。よろしいでしょうか。はい、まあ、いろいろイベントなんかまたあってですね、来年、年明け一発目ですね、1月12日、こちらで、また台湾で参加するわけで、ハビーバードっていうので、まだ今後知らないので、よろしくお願いします。はい、また、大江さんもちょこちょこ、いろいろここで一緒にやりたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、次の曲で最後になります。僕の好きな、キャラバンという人がいて、その人のカバーなんですが、フォークスという歌を聴いてください。
すごい敏感になった年でしたね。なるほど。というか、個人で言うと今年の感じでは生きるっていう感じになるんですかね。はい、ぜひね、来年も、ファビリスさんとしてもうぜひ、このアルマジオでバンバンライブやっていただきたいなと思います。あ、ちなみに小林さんは今年の感じ、すいません、ちょっと聞き間違えちゃいましたというか、今年の感じ一文字表すから何かありますか。再びって言うんですか。その再びって言うんですか。なぜ。いや、音楽はやってなかったですよ、ずっと。で、この去年ここでさせてもらったこの辺りからこうやるようになって、で、ウェズさんにこう、なんとなくこちらでね、こうやろうよって声をかけていただいて、で、すごくだから僕はこれ一筋でね再びこうやってね、やれることになってよかったなっていうのが、そういう実感で今年1年、はい、ベースを買ってそんな感じです。ありがとうございました。サイという来月も、来月とか来年、2人ともやっぱりそのすごいポジティブな言葉だなって僕もやっぱり感じたので、もうね、また来年12日、来年の12日に対バンということで、またライブがあるので、ぜひ皆さんチェックして、また遊びに来て、要チェックで皆さん遊びに来ていただけたらなと思います。また来年もよろしくお願いいたします。ファビュラスのお二人でした。ありがとうございました。そしてね、アコースティックナイトといえば、またこのお二人ですごい、盛り上がるんですけれども、皆さん盛り上がる体力は残っていらっしゃいますでしょうか。また来ますよ、ここから一波来ますよ。あ、いいですか。
写真撮ってました。すみません、MC 中に写真撮っちゃいました。すみません。はい、というわけで、あと2組でございますが、ユニクラウさんが登場していただけるんですけれども、はい、毎回本当に面白い効果もあったり、あらかじめ曲を作ってきてそれに合わせて面白いパフォーマンスをしていただいたり、本当に何て言うんですか、何て言うんですか、エンターテインメント性が強いお二人なのかななんてそう思うんですけれども、まあ今回クリスマス、そして、まあ、今年最後ということで、ね、また一味違ったステージを見せてくれるんじゃないかなってひっそり僕は期待しているんですけども、なんかありますね、今日これなんかありますよ。はい、そして毎度これマイクが回ってくると思いますので、ね、客席の方にマイクが回ると思いますので心の準備を皆さんしていただいて。できる曲ということで、ちょっと昔やった1曲目はムーンをやります。おThank you.
飛ばしたんです。上がっててすみません。2曲目はですね、何回かここでやりましたね。あの季節外れの真夏の夜でやりましたね。知ってますね、ユーミン。みんな知らないって言うんですけど、あの知ってますよね、一緒に歌ってください。ちょっとね、1ヶ月前に風邪をひいて、ちょっとまだ声がやっぱりガラガラしてるんで、ちょっとお聞き苦しいかと思うんですけど、ちょっと我慢して聞いてくださいね。はい。普段はギターを弾くんですけど、ベースのなんだっけ、スラップソング、間違えて紹介して叱られたんですけど、スラップソングです。スラップソングというようなやつで弾くそうですので、そちらをお楽しみください。Yeah.
最後はですね、ここではもう何回もやらせていただきました、井上陽水さんの氷の世界がありますので、フロードさん、いきますよ。すごい曲がわからなくなってる。です、ここはね、はい、ありがとうございます。リセットできると切り替えもできるね、なんかいい場所だと僕もそう思いました。じゃあ最後に、今年1年を一文字で表すのならば、どんな一文字を選びますか？
今年はね、動くっていうと、どう、とにかく今年はよく動きましたので、動くという字、どうです。どう、どうという字だよね。はい、まあまあ、この来年もですね、今年に劣らず動き続けて、はい、まあでも体調には気をつけていただいて、はい、気をつけていただいて、また来年も楽しく盛り上がっていけたらなと思います。はい、今年も本当ありがとうございました。ユンジュラのお二人でした。ありがとうございました。この、ね、今年最後のアコースティックナイトパート2のアコースところ、あと、あと一組となってしまいました。時間は12時まで大丈夫なんですよね。11時までは大丈夫ということで、はい、これ終わった後もですね、今、11時頃なんですけれども、この後も12時までは、皆さんね、楽しんでいただけるということで、今日、ね、本当は初めて来てくださった方もいらっしゃると思うんで、そういう方たちともぜひね、皆さんも交流を持っていただけたらと思います。お疲れ様です、ミキサーさん。ミキサーさん、お疲れ様です。ありがとうございました。ミキサーさん、ありがとう。彼女ね、もうずっと、ずっとアルマジロでやられてる方で、ミキサー今年1年間、そしてミキサー以外も今年1年間頑張っていただいたということで、本当お疲れ様でした。裏方も表に立つ人もみんなでなんかねワイワイやれて、すごいあったかい、本当このアルマジオで MC がやれて本当僕も嬉しいです。本当にね、ありがとうございます。あ、もう準備が邪魔にならないようにね、喋るのが大変なんですけれども、大丈夫ですか？ご準備も OK な感じですかね。はい、あ、もう間もなく準備ができると思いますので紹介したいと思います。サイケデリカ55のお二人でよろしくお願いします。
初めまして。サイケデリカ55、今メンテ中。ジョーです。ゴンゴンストリートで出たのが3年半前、ちょうど同じぐらいの頃にディアボロっていうユニットでここでやりました。その時はジン君、小野修司君デパチョさん。はい、いいですか、ね、まあ、じゃあ次もオリジナルで、あ、最初の曲もオリジナルで、サイクルエイカ5号じゃあ、もう一曲インストの曲がありますマクオネ。Wow.
歌の曲を1曲やって終わりたいと思います。開放感で注入するところがいい。じゃあメッセージオブラブっていう曲やって終わります。サイケデリカが終わっちゃう。
感じ一文字が予想ですごい出てて、
実際今年の感じした文字は税という税金の税という字だったんですけど、やっぱり 8% に上がったということが皆様の、ね、印象にすごい残ったのかななんて、うん、暗い感じばっかりが多くてなんかちょっと嫌だななんて思ったんですけれども、ここで聞いていた皆さんは、ね、出るであったり、まあ動くであったり、パビルさんなんかね、お二人に聞いたんですけど、お一人が、再会の際であったり、もう一人が生きるという、ね、字で、二人合わせたら再生なんですね。再生という字になっているので、僕は後から気づいたんですけれども、まあ、きっと今年はね、そのパビルさんお二人すごい、まあ、動けた年だったのかななんて、ね、二人の話を聞いていて、なんか思ったりとかしました。ちなみに私はですね、今年1年、追うという字が僕にぴったりだったのかなと思って、僕、今年専門学校最後の年で、来年から、まあ、もうすぐオーディションがあるんですけど、その結果次第でまたどうなるかという感じになってくるんですけれども、はい、まあ、無事、ね、プロダクションに、名古屋のプロダクションにつけたらなぁなんて考えているんですけど、まあ、ありがとうございます。その卒業が迫ってるということで、まあ、いろんな、ね、卒業の課題ということで、今瀬戸にあるサンキュー、ラジオサンキューという、そちらでですね、トミさんと北川トミさんの紹介でですね、20分間の番組を夏過ぎからずっと、まあ、担当させていただいていて、クラスメートと一緒に番組を作ってきたんですけれども、まあ、そういうものに追われたり、本当にいろんなものに追われる年であり、夢を追いかけるという、まあ、大変な1年だったのかななんて思います。来年は、そうだな、まあ、着という字になれるよ、着地の着という字に、まあ、慣れるようにできるだけ落ち着けれたらななんて思っております。はい、ね、また落ち着いてなんか1年を過ごせたらななんて思いますので、またもし来年まあ落ち着いちゃいけないんですけれども、まあ、僕も動いていかなきゃいけないんですけれども、はい振り返った時に、あ、やっとちょっと落ち着けたらななんて覚える年にしていきたいなと思うんですけれども、はい、まあ、先ほどもオーディションがあると言ったんですけれども、それ次第で私が今後ここでまたやっていけるかまだ分かんなくなってしまうのですが、ね、まあ、またこうやって皆さんの前に登場してまた喋ることができたらななんて思います。本当なんか今日すごいバリエーションが豊かなアコースティックナイトだったのかななんて、今までにないなんかすごいバリエーションが多くて、はい、アコースティックだけじゃなくて、まあ、ラップありメタルありみたいな、はい、もうすごい本当に楽しくて、また今後先が見えないというか、なんか見えないというか、楽しみなイベントなのかなと思いましたね。最後こんなぐだぐだ喋っててもあれなんで、ね、ちょっと一点締めたいと思います。はい、というわけで皆様また来年お会いしたいと思います。はい、皆様、良いお年をお過ごしください。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。